南都山遺跡は、愛知県小牧市の南都山地区にある遺跡である。もともと、南外三北浦遺跡、南外三東浦遺跡、南外山城跡の3つに分類されていたが、2006年3月31日に定義が見直され、一つの遺跡とされた。縄文時代後期から、室町時代にかけての幅広い年代の遺物や、住居跡などが見つかっており、 現在も発掘調査が進められている。現在、南と山中央公園となっているところもある。南と山遺跡の発掘情報。南と山遺跡は、愛知県小牧市の南と山地区にある遺跡である。もともと、南外山北浦遺跡、南外山東浦遺跡、南外山城跡の3つに分類されていたが、2006年3月31日に、定義が見直され、 一つの遺跡とされた。縄文時代後期から室町時代にかけての幅広い年代の遺物や住居跡などが見つかっており、現在も発掘調査が進められている。小牧市南外山の南外山東浦遺跡の発掘調査を進める小牧市教育委員会は、奈良から平安時代に作られたと見られる土場の頭部を出土したと発表した。土場は、奈良、 平常形などで多く見つかっており、祭祀の才能をまじないで使われたと考えられている。司教委は、律令制度の全国波及とともに、都の風習がこの地まで広がったことを示していると、話している。同遺跡の発掘は一年に始まり、これまでに、縄文時代から、室町時代の土器の破片などが多数出土し、弥生時代中期以来、約2000年にわたり、この地に、 集落や城が存在したことが分かっている。今回最大の発見である土場は遺跡頭部の外堀付近で見つかった。比較的低温で焼かれた弾き室で大きさは鼻先から後頭部までが約5センチ、頸部から最長部が約7センチ。耳は欠損しているが焼く前にヘラで描いた顔の表情や縦髪がはっきり見て取れる。頸部から 下は見つからなかった。市教委によると、ドバは6世紀後半から10世紀初頭までの遺跡から出土しており、律令制度とともに、大陸から導入された思想に基づく再使用品。当時は川や雷の神が馬を好むとされ、雨乞いの儀式に用いられたとする説があるという。県教委文化財保護室は、 ドバの県内での出土例は少なく、当時の人々の暮らしぶり解明にとって、貴重な発見だと話している。目的保存が不可能な埋蔵文化財について、調査、記録、保存を行い、後世に伝える。24年度実施内容職員が中心となり、アルバイト作業員を指揮し、遺跡範囲確認調査、発掘調査等を実施。出土遺物を整理し、 埋蔵文化財の記録を保存した。一部の発掘調査については、委託で見。施した。アルバイト作業員、数28人、出土遺物は、民族資料保存施設に保存。藤島町屋敷遺跡第3次。南富山遺跡、清四温、寺山遺跡、滝神社西遺跡。天皇塚遺跡、金城遺跡、松山遺跡、牛屋遺跡。 一ノクタ中島遺跡。24年度直接経費の内訳埋蔵文化財、発掘調査委託料。電子計算機借り上げ料。発掘用機材借り上げ料。その他、発掘調査作業員賃金、消耗費に等。25年度直接経費の内訳測量委託料。埋蔵文化財発掘調査委託料。電子計算機借り上げ料。 発掘用機材借り上げ料。発掘調査埋め戻し登校時費。その他、発掘調査作業員賃金、消耗費に等。小牧市事業番号397平成25年度事務事業、評価シート文化財発掘調査保存事業、一般会計、PDF 南富山遺跡、小牧城下町遺跡、新町遺跡、内包前。 遺跡、東田中宮の前遺跡、藩の木原遺跡、公表紙遺跡、市の田北浦遺跡、松山遺跡小牧市教育委員会編。小牧市教育委員会2008.3。愛知県小牧市南都山公園。 http://www.nilab.info/.z3/.2014040502 南富山遺跡パーク HTML。愛知県小牧市大和南外山地内南富山、中央公園付近。ありがとうございます。